どうもこんにちは、世界的 VIP 源英です。今度ですね、 Fire HD 8 Plus が発売されるじゃないですか。で、僕ね、購入する予定なんですよ。まだちょっとポチってないんですけど、購入する予定でいます。で、今回ですね、何を思ったかっていうと、今ですね、僕動画視聴や電子書籍を読むのにですね、 iPad mini 2をですね使ってるんですよ。これね、非常にサイズ的に良くて気に入って使ってるんですよ。これからは iPad mini で行こうかなって思ってたところなんですけども、今回の Fire HD 8 Plusのサイズを見て、ちょっと待てよ、今回の Fire HD 8 Plus はこの iPad mini に取って代われるんじゃないかっていうのを実は期待しているところなんでございますね。というのもですよ、今までの旧型のですね Fire HD 8のサイズをちょっと見ていただきたいと思うんですけど、こんな感じね、言うてそんなに変わらないかもしれないですけど、ちょっとね、縦長なんですよ。わかります？この上の方が出てると思うんですけど、縦長じゃないですか。サイズをまとめてみたんで読み上げたいと思うんですけども、 iPad mini に関しては200×134.7×7.5mm、 この旧型の Fire HD8 は 214×128×7.9 なんですよ。その縦の長さがね、 14mm も違うんですよ。ちょっとそれはって思っちゃって、最近このサイズに慣れてて縦長がね、やっぱ気になってくるんですよ。なのであんまり使ってなかったんですけども、新型のですね Fire HD8 Plus はですね、なんと 202×137×9.7 なんですよ。 2mm しか変わらないということは、ほぼほぼこれに近いサイズだと思っていいぐらいの感じですよね。だったら YouTube 見たり電子書籍読んだりするのに非常にいいサイズなんじゃないかなと思っていて、そこをですね、今僕一生懸命考えてるんですよ。どうしようかなと思って、買われるかなと思って、これ古いので新型のね iPad mini でもね導入しようかなとは思ってたんですけど、いやいや、このサイズを見てしまったら Fire HD 8 Plus で十分じゃんって思っちゃいましたね。コネクターもですね Type C になりましたし、割と進化してるんですよね。だからちょっとそこら辺が今気になります。皆さんどうですか？縦サイズが 2mm しか変わらないで、横がですね 2.3mm ぐらいですねしか変わらないで、幅なんですけども、まあ 2mm ぐらいしか変わらないということで、もうほぼほぼそんなに変わらないんじゃないかなっていうふうに思ってるんで、まあ僕みたいにこんなこと気にしてる人いるのかどうかわかんないんですけど、最近電子書籍にずっとハマってるので、そこがもう今回の一番のポイントです。そんなわけで、まあ Fire HD8 Plus なんですけども、比較的ね安く購入できますんで、皆さん購入してみてください。多分ね、旧型の Fire HD8 とか持ってる方だと感動するレベルで変化してると思うんで、そこら辺もですねちょっと皆さんに味わっていただければなという感じに思います。はい、そんなこんなで今回ですね、 Fire HD8 Plus は iPad mini 2の代わりになれるのかっていうのをねお話ししてみました。お疲れ様でした。